ばんは。ピース。眠たくなってきてしまった。こんばんは。アイリちゃん家に来ました。アイリちゃん家でご飯を食べようっていうことになりまして、母さんありがとう、お邪魔しております。最中で同室だって言われましたが違います。もう福岡帰ってきたよ。だって明日目撃者公演だから。そう、我々は目撃者公演があります。福岡帰ってきた時まだ明るかったよね、うん、だからもう本当に一瞬の一瞬のね、いや東京は一瞬じゃないか全然。でも本当にすぐ福岡に帰ってきました。明日目撃者からの明後日アイドルが上がるので私も夏祭り公演が2日間あります。ありがとうございました。みんな無事帰れましたかね。泊まってる方もいるかもだけど無事帰りの飛行機でもちょっと寝ちゃったんですけど、今もちょっと眠たいっていうこと。明日は喜ぶ。明日 100M、 おイエーイ。帰宅中、皆さん。ガラさんありがとう。やるかも。皆さん好評で嬉しい。新衣装も今日の髪型もね。明日撮って行きます。やったー。髪型落としちゃいましたけど、私も飛行機にもう乗るのでだからメイクさんにも外してもらいました。もう団子しちゃってるだから。見たかった方はね、ぜひね配信でアーカイブ見れるよね、先生、確か。はい、見れますから、ぜひよろしくお願いします。東京2日だっけ、2泊、うんうんうん、で、1日目は私はブブカさんのグラビアソロでやってきました。ちょっとチェキをね毎回そういう時って撮るんですよ。応募視聴者っていうか見てくださった方が応募できるチェキで、必ず余りが1枚ね出るのですが、アイリちゃんにあげました。なんかすいません。はい、でも皆さんのやつにはサインとメッセージ付きですけど、愛梨ちゃんのは何も書いてないので。でもさ、なんかサイちゃんもあげたよね。うん、そうそう、あのアイアのやつ。あ、アイアか。ラビリンスの写真。アイアのグラビアの一時期持ってない。グラビア持ってない。持ってる、見せたことあるかも。でもうん、見たことある。結構メンバー間でこう交換っていうかあげたりすること多いです。捨てるのがちょっとね、なんか、悲しいもん、自分の顔捨てるの。悲しいから、ちょっとあげたり、チキをあげたりします。メンバーに交換して、ありがとうございます。いや、そうなの、8月30日発売なので結構すぐです。いいね。そうなの。ちょっと暑かったですよね、皆さん。今日来てくれた方、熱中症大丈夫だったかな。そして冷ましてありがとうございました。新衣装です。新衣装ねえ、新衣装可愛くない？可愛いよね。あの H はピンクの感じ、ピンク
ピンクちょっとブルー入ってるよみたいな衣装なんですけど、超可愛いです。なんかなかなかエイチがピンク当て込まれることないじゃん、あんまりなさそう。なんかいや今までの H を見てきても、そう T2 側から H を見ていても、なんかグリーンとか、あの緑系がなんか H のイメージカラーだから、ピンクってあんまりイメージなかったです。でも今の H にはピンクを当て込まれる日が来ました。嬉しいよ。しかもさ、なんか形も3、4、9類くらいあるんだよね。そうでさ、上下さ組み合わせ違うんだよね。そう違うの、あの人によって組み合わせがちょっと違ったり。そうなんです。してたんです。私は肩出し、うん、オフショル。なんかあの今回の、うん、アーシャ壁写真のやつがパフスリーブなんですよね、私が。でそれも肩出しのメンバーが何人かいるので、え肩出し可愛いってサイが言ったから、肩出しにしたよって言われた。そうだから、でも全部可愛いよね、うん、愛理ちゃんのこう肩がレースになってる、愛理のレースになってすごい可愛い。しかもあのお腹がね、あのちょっと見える衣装なんですけど、私今まで あんまり出したくない人で。そうだったの。あそうそうそう、似合ってた、めっちゃ細見え。本当に出したくなくて、あので今回当て込まれてたんですけど、なかなか着る機会ないし、うん、なんかそういう衣装持ってないから、うん、1着くらいいいかなと思って、うん、よかった。もうそのまま行ったんですけど、なんか意外と好評で、あの私が撮った愛理ちゃんの全身写真がめっちゃいい感じです。そうすごい綺麗に撮ってくれた。逆に X に載ってるさえの全身写真は愛理ちゃんが撮ってくれたんですけど、めっちゃ足長く撮ってくれました。ありがたい。そう、まあ、なんか意外といい、たまにはねそういう違った形の衣装もねいいのかなと思って、新たな発見というか。私あの色、うん、ピンクが好きだから、うん、まあすごく好きですし、うん、かわいいね。壁写は新衣装で撮らなかったのね。いやあの本当に新衣装が完成したのが一昨日ぐらいだよね。うもう本当に最近で、フィッティングしたのが一昨日違う、一昨日の前ぐらい。あいつだっけ。いやでも一昨日くらいで、本当に最近で3日4日前くらいかも。だからそう、うん、今回のサマステで初お披露目、うんうん、ということになりました。まあまた着るでしょうね、コンサートとかでも、うん、そりゃ着ますよね。だからチョーカーっぽい人、そう私チョーカーみたいなのがついてて、うん、首に。誕生日に冷まして嬉しかった。おめでとう。クラゲヘアしたんですけど、すごい長く見えてちょっとツインテールみたいな見えた。さえちゃんの意見通ったっていうか、私結構こう聞かれること多くて、どれが好きみたいな、だからちょっと言っちゃう。聞かれることはないよ。全く聞かれん。なんかもうお任せしてる。どういうのが、結構さ、いや髪飾りとかも結構聞かれるから。でもさ、これは嫌だっていうのがあるでしょ、明確に。さえちゃん、うん、この形あんまり好きじゃないかもとかあるから。そう、あんまりなんかないからもう決めてもらってます。うんうん、あ衣装は言ってない、そのこの形がとかじゃなくて、髪飾りとか結構聞かれる、なんか事前に聞かれる。もう本当にもう初期からいらっしゃる女性のねスタッフさんがいて、その方が結構さえちゃんはこっちが好きだよねみたいなのを知ってるから聞かれるかな。さえちゃんもあいちもぐんぐん細くなってて心配って。食べてんなよ。
いやそう食べてるんだけど、私たちというかもう、まあ、サイちゃんと仲良くなってからさ、いやちょっと言ったんだけど、ね顔がね愛理ちゃん細くなったの。あのさっき写真見て、愛理ちゃんめっちゃ顔丸くてびっくりしちゃった。写真見てたらさ、やばい。えその記憶ない私。でしょ。うん。意外と別にさ、一緒だから仲良くなかったからだねその時。え？そんなに。仲良かったよ。あ誕生日は仲良かったよ。さえちゃん誕生日の記憶がないの。愛理ちゃんの顔が丸いっていう記憶が。丸すぎて今思ったら。ね、びっくり。でなんかそうでもね、これで「あ痩せてないんですよ」じゃなく本当に痩せてる。痩せてるよね。そうなんでかなって思ったら、まあなんだろう、普段お酒飲まないじゃん。飲まない全然全くいいし、さえちゃんと仲良くなってからこうご飯とかさえちゃんと行っても、うん、一人一個頼まないよね。なんかそのあー確かにちょこちょこ食べだよね。なんかそうなんだよ。あのお寿司とかでも、うん、あのシェアするんですよ、うん、いろんな種類食べたいの私。さえちゃんもあれもそうだけど、うん、あの飽きちゃうじゃん、ずっと食べてたら同じもの、うん、それじゃなくていろんな種類食べたいから、そうだ、ね、シェアしてたらカロリーもシェアされてる。なんか多分それが半年ぐらい続いてるじゃん。うん、そうなの。半年くらい続いてるかな。あとさ、うん、朝昼食べないで夜だけっていうこと多くない？なんか仕事の時とかリハの時とかもなんか、うん、とりあえず飲み物だけ買ってもうリハに行って、うん、でご飯食べないとか結構あります。いやなんかね、食べれる時に食べてる。なんかお弁当とかも引かれなかったらもうハラッチにあげちゃうみたいな。だから無理して食べるはしてなくて。そうだね、無理して我慢するもしてないです。もう食べたいものを食べる。でも今日無理して食べたよ。冷まして前にもう絶対みんな何かしら入れとかないとパワーなくなるって話になったんで、うんうん、無理してサンドイッチのちっちゃいやつを一口食べました。あれですね、塩分チャージ1個。私もそれそのこんぐらいのサンドイッチ、もうサンドイッチって言わん、パンのかけらを一口と塩分チャージ。塩分チャージでもあり。なんか食べ過ぎたら、そう食べ過ぎても踊れないから。踊れないから。うん。で終わってからあり、おにぎり2個食べました。でも昨日の夜めっちゃ食べたよねさえたち。昨日みーちゃんとひじりとさえとあいりちゃんで夜韓国料理食べたんですけど、もう爆食い。なんか今日いっぱい踊るから、あのちょっとスタミナつけようってことでいっぱい昨日の夜食べて、そう昨日でスタミナめっちゃつけたの。つけたので、だから今日そのパワーで乗り切れたと思ってますね。うん、そうです。もうそう、でも本当にね、あのマジでね、本当に意識し、なんていうの、食べちゃダメみたいなはないね。考えないようにした出したらここ半年ぐらいで、そう逆にダイエットしてた方が太るんだと思うよ。ストレスね。そう、まあ、アーリーはでもすぐ痩せたわけじゃないので、それをずっとその生活を続けてたら今になってどんどん痩せてます。そう急にだから続けてたらやっぱ、でもめっちゃ食べ、体質変わるんだよね。お腹空いたらさえ機嫌悪くなるから、うん、そうさえちゃんも機嫌悪くなるんで、あのなんかもうチーンってなるんで、ちゃんと食べます。で、あれがお腹空いた、ちょっと、絶対に行こうかとか言ったら、もうお腹空いたらバレるんです。でも子供のようにさえちゃん喜ぶから、もう食べないっていうのは無理ですね。そうだから食べてます、ちゃんと、めっちゃそう食べないとね、あの機嫌がね、やっぱ女子はね、なんか悪くなるんだろうね、分からんけど。そうカリカリしてっちゃうんですよ。だから食べます。そう。そういうことです。え、なんか今日って席をさ、皆さん事前に決めれたんですか？それとも番号があって、新章。
ピンクのねがね、チームメイチがね。ベイビーベイビーベイビー転生すぎ、やったー。ねえさあちゃん今日席フリーだって。あ、そうなの？うん。どこでもいいですよみたいな感じだったっぽい。あ、多分わかんない。さあちゃんボムグラビアじゃないよ。ブブカです。ブブカ。ブブカさん。なるほどね。入場順だけか。うわーなるほど。よかった。じゃあ下手って言っといてよかったな。なんかもう整理番号で決まっちゃってんのかと思ってた。撮影のために、いやそう撮影のために食べないようにしようするねって言ってたんだよね、愛理ちゃんに言ってた。あの水着もあるし、うん、食べないようにするとか言って、ね、なんかもう食べてました。普通に普通に普通のちゃんとご飯、なんかそうね普通に食べて、なんかいや食べないとか言ってたのにもうさ食べないからとか言って、あのチームイチで食べませんからのケイちゃんや西野美希さんの旦那さんさえたちがモノマネにハマってるもういいですから食べませんからじゃなくて、あのチームイチでお仕事をしてた時になんかみんなが近くにサブウェイあるとか言ってサブウェイを買おうってなったの、うん、でもう私は水着があるから食べませんからとか言っていらない、サイはもう買わなくていいって言って、マネージャーさんがみんなの分買ってくれたんだけど、いや私はいりませんって言ったんだけど、なんか愛理ちゃんが近くでポテトをガサガサ開け始めて、もう美味しそうすぎて食べました違うのよ、ポテト美味しかった。ポテトが一回食べてほしくて、さえちゃんに、うん、でさえちゃんその前にちょっと食べてたじゃない。食べた。だからいやもう食べてたからもう変わらんよっつって、うん、食べたらめっちゃ美味しかったんだよね。めっちゃ美味しかった。そうだから、なんかポテトをさこの辺に近づけてさプーンと香りをさ漂わせてきやがって、もうそんなのピノのやつも食べてる。違うよ違うよ、ハーゲンダッツの抹茶タルトも食べたし、であるピノのアーモンド味もそうやってね、口元にこうやってやられるともう食べるしかない、うん、ひどいぜ。で夜もなんか、いや夜は食べないって言ってたんだよね。食べないって言ってたじゃん、してたじゃんでホテルが違って、愛理ちゃんに違った、ね、と私ホテルが違って、うん、愛理ちゃんと LINE してる時に、うん、いやサイは食べませんからって言ってたんだけどしたら急にねお腹すき出しちゃったんだよね。そう、でちょっと送ったんだよね、これ食べた、これ食べて、あこれ食べるねって、まずサラダ来て、えすごいじゃんって、その次なんだっけ、なんかゆで卵、あゆで卵だっていつもゆで卵なんて買わないのにちゃんと意識してる人みたいな食事してんの。ゆで卵来て、偉いねって言ったら、次コーヒーわらび餅コーヒー生クリームわらび餅みたいな、なんかねえうるさいそこまで全部言わなくていいじゃない。生クリームが入ってるやつ、あとえそれだけだっけ、うん、あとはあの駄菓子とかは普通に買いましたけど、何ですかさえちゃん、さえちゃん、何ですか？でもね、そう食べてるやつをね、そうでも幸せそうに食べてたんで、やっぱさえちゃんは食べた方がいい。いや、そうよ。うん、でそれで笑顔で撮影できたんだよね。うん。だからもういいんだよ。いや笑顔、ね、笑顔っていうか。さえちゃんと話してるのは普段あの男性ってカリカリになりすぎても、えそうそうですよ。ですよね。皆さん。だから逆に食べた方がいいかなって思って、なんかよく私聞くのな、あらさんありがとう、カリカリにもうなんかすごい心配になるほど細くなっちゃっても、新しいやつ、なんかありがとうございます。男性からするとちょっと食べてよってなるっていう話を聞くので、まあそうです、あの本当に健康的なあの感じ、綺麗な姿であるのが一番かなって私は思ってるので、そうね、そういうことやっぱそう、やっぱグラビアなんでね、あるものは
あないとかなって思ったわけです。まあそれでね、うん、まあそういうことです。でもあのなんて言うんだろう、日々ねコツコツ私たちはあの、まあ、ダイエットというか健康的に痩せていってる。そうだからもうこれからもね、私たちはこの生活を続けてたら多分大丈夫だと思いますね。ね、今日なんか足めっちゃ細く見えた、あの衣装のおかげなのかな、あの写真めっちゃさ、なんか、ね、結構ボリュームがあるスカートとかだと余計細く見えたりするし、うん、サイズは細くなってるわけだからね。そう、 そう、私はもうお腹がすくのと眠くなると機嫌が悪くなる。ダメだよサイちゃん、うん、分かるもん、サイちゃん、うん、お腹空いたんだよねってすぐバレる。そう、うん、ね、よかった。今日はね、私はあ、夏曲私もさやちゃんも夏曲のセンターやったけど、そう、もうあの愛理ちゃんはもう一択、そう、B さん一択でもう B さんのセンターをさせてくださいっていう会議の時に一人手を挙げてだってコンサートで決まりました。絶対にやらせてもらったことないポジションで、私はオリジナルのポジションがあるから最初のやつがやりたかったんだよね、このナコがやってるとこれがね、あるじゃないですか。これがやりたいっていうか、私の結構大事な曲だからね、一回やってみたいっていうことで、うん、もう、うん、はい、私はそれやりたいですって言ったら、そう、あの入れてくださったんで、チーム H にも感謝です。でも結構みんなにいじられてて、うん、なんか B さん、じゃあ B さん、さやちゃんセンターねみたいな、すごい違うこの名前すごい出されてたけど、毎回愛理ちゃんが、いや私にやらせてくださいって言ってて、ようやく決まった。無事できたんです。だからもうね、そうそう、間違えないでいけた本番。そうで、さえちゃんにも教えてもらったんですけど、そう、あのね、めっちゃ練習してましたよ私、家でも。本番いけた？本番いけた。あ、よかったね。ミスらんかった。いつもならミスってたんだけど、今年はミスらんかった。大丈夫だった。私はエブリデイカチューシャをセンターで、それは自分で決めたわけじゃなくて、うん、あのスタッフさんがもう名前そう入れてくれてたんだけど、まあ私いつもカチューシャつけること、うん、衣装でつけること多いし、はい、嬉しい。あとベイビーベイビーベイビーはちょっとあのすごいやりたくて、なんか AKB さんが昔お台場かなんかの外イベントでやっていたのも結構記憶がなんかの映像で見て記憶があって、やりたいなって思って手を挙げたんですけど、まさかのそっちはセンターじゃないっていう、うん、でもカチューシャ入れてもらってたんで嬉しかった。そうね、まさえちゃん言いたいって。そう、あとベイビーベイビーベイビーはもともと全煽りにしようってなったんですよ。なんかね、煽り曲にしようみたいになったんだけど、どうしてもどっかしらだけ踊りたくて、踊りを入れてもらいました。だから感想からちょっと踊ったりして、そう、私が言ったわけじゃない、カチューシャ選んだと思ったでしょ、みんな。違うんです。なんかまあね、あの個人的にやりたい、これやりたいよっていう曲があれば、みんななんかっていうつもりでさえベイビーベイビーベイビー言ったつもりだったんだけど、でも確かにあのレイヤチ似合ってたね。うん、似合ってたし、サイちゃんもカチューシャ似合ってた、良かったと思いますね。イニシエのオタクが私のことです。うん、そう、H.O. さんそうあったんですけど、あの私抜かれてません。いや、H.O. 氏の愛理ちゃんのセリフがアイチッターなの、はい、でもそこはもう絶対に愛理ちゃんが抜かれているだろうと、はい、もう私もメンバーみんな、愛理ちゃんも含めてみんな思っていたわけなんですけど、まさかの抜かれてないっていう、カメラに、カメラマンさんがあいつった。でその曲だけ唯一リハーサルしたんですよ、朝。
そうそう、あのファンの皆さんももうこの曲はやるって知ってるからこそ、もう1曲音漏れしてもいいから、あのリハーサルしたんで大丈夫だと思ってたんですけど、本番7回抜かれてそうなんだちょっとこれさ7回映ってた、明日話そう公演とかで、面白いね、MC で電話話しますが、現推しメンが初代推しメンポジでエビカツやってくれ、あやばい、いやしかもエビカツはもうあのイントロ長いバージョンでどうしてもやりたくて、どうしてもやりたいっていうか、もうそこがどうしてももう個人的に聞きたくて、あのイントロがさもうすぐ始まるバージョンあるじゃん、トゥー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 じゃなくて、そうそうじゃなくて、もうあのMV であるあのイントロが聴きたくて、確かにね、もう絶対そっち推しでした、そうそうそうあれあれでもう一旦湧きますよね、私はそこで一旦湧きました、イニシエのオタク誰イニシエのオタクとか言った人、あきちゃんか、うん、あきちゃんか、さすが、そうそう、あそこで来るぞ来るぞってなるから最高。夏祭り、明日夏祭り公演、うーん、明日は夏祭り公演、前田さんが自転車こぐ、いやわかる、もうそこの映像がフラッシュバックした公園行くよ、ありがとう、夏祭り公園ということで何かがあるのかないのか何かがあるのかないのか、あるだろう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 、イントロ長くてミックス気持ちよかったですいいね、楽しかったね、60分あっという間でしたね、なんか盛りだくさんじゃない、ん明日の公演 MC さ、サマステの話できるからさ、うん、そうだね、なんか盛りだくさん説ある、結構話せそうですね、スタッフさんとじゃんけんするらしい、へえ、あ、なんかあの当たる、なんか当たるやつあるよね、ん、なんかうん、明日さロビー試作みたいなのがあるでしょ、多分そうなの、あいつね、ほらすごい、よかった、それすごい、あー、ニコナ夏祭りないと思う、今年、え、スケジュール入ってないの、入ってない、ね、確かに毎年やってたの、明日からまた仕事で泣いてたけど配信見れてよかった、よかった、みんな配信アーカイブまだあるので、あ、最前列、え、でもなんかあるんじゃないの、動画とかなんか何が当たるよって、え、何、明日、うん、ふう、今日の髪型が個人的に好きなやつでした、本当、なかなかしない髪型をしてみました、あ、そうだね、それ以来かもしれん、久々なのか、うん、坂上公園もツーショットやら動画やら当たるね、そうだよね、私たちも聞きました、もう髪の毛カチカチです、もう配信終わったらすぐお風呂に入りますです、ええ、何、私がいるというのに入らせてください、でもちょっと練習しなきゃね、いや、あの、あゆみちゃんと一緒にご飯を食べるときに見たいドラマがあって、うん、ね、わざわざね、一緒に見ようっていう話してたのになくて、ショック、わざわざとか言ってますなんか、オリンピックの、多分オリンピックがやってたから なかったのかなって、あのね、オリンピック、そう、ちゃってたから、あのドラマの最新話更新しても、うん、全然更新、新しい最新話なんかなくて、
なんでだろうと思ったら多分そういうことだよね。わからないけど、そうかもしれん。優先です。いやもう日焼けはもう諦めました、私は今年。うん、もうなんかいいやって思って、だって夏だもん焼けるよねって感じだし。焼けたかな、もしかして。夏祭り公演だから特別な曲あるかな、どうかな。どうだろ。明日の髪型迷っちゃうね。明日はね、さえちゃん結局インサイドヘッド2見たの。見てないよ。ダメよ、だってワン見てない。見てよ、ワン見てない。でもゆなちゃんも、ゆなちゃんもさ、ゆなちゃんは言わん見たもん。そうだよね。だから、さえちゃんが見てくれたら一緒に行ける。はい、見た方がいい。でもあれ忘れちゃったから一緒に見る、ワン、とりあえず。うん、いいんですか。仕方ない。で、トイストーリーも5やるし、アナ雪も3やるし、諦めないでいこうってなんだっけ、ズートピアも2やるし、ディズニーがちょっと暑いです。見ますって。今日と同じ髪型無理だ、明日多分ちょっと明日。あのさ、うん、あの H で見たさ、あの映画何、言わない方がいいか。ダメ、言った言った。目撃者、目撃者だっけ、うん、あの私たち目撃者やってるから目撃者っていう映画を見てみました、みんなで。でめっちゃ怖くて叫びまくり、皆さんあれ怖かった。平田由紀ちゃんが会いたいって言ってた。え、本当ですか。お会いしたことないけど嬉しい。お会いしてみたい。なんかそういうグループでのイベントとかが、ね、ないからね。でも今日の髪型好評でしたね、割とクラゲなんですけど、ね、いやワン、じゃあ一緒にみんな見よう、ちゃんとワン見てツー見ようね。明日とか何気になったけど怖い映画苦手すぎて、絶対じゃあやめた方がいいと思う。もう本当に私は怖すぎてびっくりしちゃった。明後日？明後日またクラゲ部屋しようかな。え？逆上がりで？うん。うん。あ、ダメだ。いや、いいけど、いいけど。忘れてた。ダメだね。ちょ、ごめんなさい。もう一回したいけどな。でもダメだ。明日もできんそうですな。明後日もできんそうです。どういう系の怖さ？なんか。すごくグロテスクなシーンも多いし、でもこう事件解決系っていうか、そういうのは好きなの。誰が犯人かな、ハラハラっていうのは好きなんだけど、普通に血とかがもう無理。あとなんか音とか、そういうのがちょっとほんと目閉じちゃう系。ですね。あさって逆上がり公演デビューします。え、嬉しい。それまでに、それまでにっていうか、あと次できる機会までに髪切っちゃってたらすみません。できなかったら。ネットフリックス、どうなんだろう。私もね、私のこうお仕事をしてて。でその控え室みたいなとこに戻ったらもうみんなが見始めてたので、何で見てたかちょっと分かんないんだよね。途中で見始めたから私、ね、ない。昨日の韓国料理何食べたかというと、チュクミサムギョプサル、水冷麺、あとキマリ、
あと何だった？なんかいろいろ食べました。チュクミ、タコ、タコの炒め物とサムギョプサルがなんかあるやつ。髪の毛はちょっと切っちゃうかもな。長いのが好きな人はもうおしへんしてくださいじゃもう髪の毛でもちょっとね伸びたんですけどね。金歯推しです。え、57分だって言われちゃう。ありがとう、時間教えてくれて。水冷麺、そう、私が冷麺食べたいって言って、あの3人が韓国料理行こうって言ってくれたんで、そうそうそう、ありがとう皆さん。さやちゃんがね、撮影我慢してたわけでもないのに。じゃあランキング見ますね。13位ヨッシー、12位アリマルちゃん、11位ラントゥリブさん、10位バル863、9位アールちゃん、アールさん、8位タクさん、7位ゆずこしょうさん、6位イッサン、5位竹ボスさん、4位高谷寺さん、3位のぞみちゃん、2位東京のスワンさん、1位アラシさん。ブブカ期待中、ありがとう。あっという間、あっという間です。ではランキングの13位カツオのたたきさん、昨日のお出かけした時の写真、ちょっとあるあるところに行ってきたんで夕方から、その写真もまた載せますね。まあ載せすぎたら、チャットに載せすぎたらちょっと怒られるっていうやつなんですけど、まあちょっとだけ載せたいと思います。なんか載せたらちょっと怒られるってもう分かってたから、もうあんまり写真は撮らなかったんですけど、でもちょっとだけ撮ったんでそれは載せたいと思います。では皆様、しっかり髪の毛をチャットで怒られるで、皆さん分かったと思うんですけど、あのあそこに行ってきたんですけど、でも夕方から行ったんでちょっとしか写真も撮ってないし、でも怒られるからちょっと写真も撮ってないですけど、まあいつか載せたいと思います。では皆さんおやすみなさーい。真似しないで、え、さやの真似したい喧嘩、バイバーイ。